おお。おお。なんだろう、教育番組かな。いや、これが吐くかき氷だ。美味しそう。さあ召し上がれ。皆さんこんにちは、ごはらんの部屋へようこそ。はい、ということで、すごいいっぱいいろいろ並んでますね。今回はもう夏が終わるということなので、夏の終わりの思い出にかき氷を作っていこうっていうことになりました。決して以前の動画でねありましたね、夏祭りを満喫しようって。私わー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 言ってたけど、偽台本だったんだもん、もらったの。氷だと思ったのに、多分2回3回ぐらいやったんですけど、面白いかなって思って言っただけなんで、どうしよう。だからこんなにごめんなさいみたいな感じで用意してもらったのか。だって練乳4個あるよ。今回用意してもらったのが器と、すごいね、かき氷器と、あと練乳と、ぶどう、いちご、抹茶のシロップと、ゆであずきで、レモンがあるんですけど、なんでレモンがあるんですか？インスタのストーリーで監視されてる。はい、ということで、私が食べたいと言ったので用意してくださいました。ありがとうございます。すいません。はい、ということで、今日私以外にもいっぱいいつものメンツは揃っているので、みんなで美味しくかき氷パーティーしていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていこうと思います。シロップは後でっていうことで、じゃあ氷をまずセットしないといけないね。これは持ち上げる、回す。おお。氷はこちらにあるので、器用。おお。これでいいの？合ってるの？あれだね、なんかこうぐるぐるって回してセッティングするんじゃないんだね。ここら辺？ほい。じゃあなんかいい感じで、南さんよろしくお願いします。じゃあセットできたので、これはここでいいの？回す。現代ってすごいね。なんか昔やったことあるけど、すごい大変な思いしたの覚えて。あ、こんにちは。じゃあ行きますね。おお。これ敷いてよかったね。こんなもんかい？できました。完成です。じゃあね、一旦シロップを選びます。たらじゃあちょっとここに置いて、一個目は誰が食べますか？私か。レモンね、用意していただいたからね。ちとうちレモンのシロップみたい。あ、すいません。蜂蜜入りだって。あ、なんか入ってる。ちょっとじゃあこんなもんだよね。出すぎ？もうちょっと入れて。あれ、意外とみんななんかおねだりさんだった。すっごいレモンのいい香りする。ありがとう。あえて言った。きっとなんかピーって入ってる。ちょっとだけ、半分だけできました。なんだろう、教育番組かな。すごいね、31歳がかき氷1個作っただけでこんな拍手が起きるの、平和な番組だね。よし、じゃあいただきます。このね、なんか用意してもらったから語るんじゃないんだけど、このシロップがいわゆるなんかよくあるレモンのシロップ
とかじゃなくて、すごい甘いってわけじゃないんだよ。だからなんか高級なかき氷食べてるみたい。ASMR になったかな。食感が似てる。多分ここら辺に出てくるから。綿あめを食べてるの。ザクザクって飲んでたよね前の。うん、おいしい。とても美味しいです。かき氷食べましたか。いや、これが白かき氷だ。皆さんはかき氷食べました？なんかね、今年花火大会とかお祭り復活した地域増えたと思うから食べたよって人とか、あとお家で家族で楽しんだって方もいるんだろうけど、皆さんは食べました？うん、長島さん食べか。うん、家族で子供の残り。全く同じものです。あ、まあ同じもの。じゃあこちらもお持ち帰りいただいて。いいね、ほっこりエピソードだね。よく家で作ってました、かき氷もそうだし、綿あめの機会もあったんですよ。ただこの前やったか、あの綿あめ機より作りやすかった。なんでだろう。そのもう20年ぐらい前、もっと前だけど、作ったやつはこうやったんですよ。なんでなんだろうね。でもそれこそ今日このやらせてもらったかき氷機、自動じゃないですか。前のはクマさんみたいな可愛いやつで、上にこうハンドルがついてるやつで、でこのもう出来上がった氷じゃなくて、家の冷蔵庫、冷凍庫で作るゴロゴロした氷だから、蓋は閉まらないわ、うまく回らないわみたいな、多分経験したことある人いると思うけど、全然出てこないみたいな、なんかそういうあるある経験っていうか思い出があったりする。ベランダで食べてたな。バター飴はベランダでやってた、飛ぶから。レモン味がいいって言ってたのは、いつもレモンかけて食べてたりする。いつもはミルクとか練乳の選んでたり、あとでもお祭りそもそも行く機会ないけど、なんか今屋台のかき氷ってなんかかけ放題とかが結構多いじゃないですか。だからいちごシロップとかかけてた。その後舌が色ついちゃうから赤だったらいいかなって。レモンは生きてて2回ぐらいしか食べたことなくて、ただなんかこの前パッとなんかレモンのかき氷食べたくなって、パッてつぶやいただけだったんですよ。まさか見られていたとはね。全種類シロップ入り。あ、うん、また芸術的なのができるよ。ちょっとじゃあ他のもの作っていきましょうか。無言だとあれだな。源田さん、今朝何食べました？今朝、朝は食べてなくて、 お昼、さっきの弁当。ああ源田さん、お弁当だそうです。私もお揃いのお弁当いただきました。よし、これを作ってる間に開けといてもらっていいですか。パーンってなったらあれかなと思って。じゃあ、どうしようかな、どうやって作ろうかな。これをじゃあナイスブルーに食べてもらおう。OK。 私の今の頭の中でどういうかき氷を作るかイメージができたので作っていきますが、クリスマスの時といい芸術的なものを作る小原なので綺麗にできるか分かりません。じゃあ行きます。じゃあ参ります。終わったね。よし、ありがとうございます。美味しそう。お汁粉を飲みたく食べちゃいっつったよね誰か今。よし、こんなもんにして、ぶどう、いちご、抹茶、レモン、どれも好きですか？全部かけもいきますよ。美味しいやつください。すごいセンスが問われるやつ。面白さは諦めますね。今後も長い付き合いになると思うので。練乳はお好きですか？できました。完成です。できました。
さあ召し上がれ。インサート撮れました。インサートって言うんですよね。え、商品名、商品名、商品名、小原かき氷屋さん始めました。ハートみたいな。そんな余裕ねえんだよ。そんな余裕ねえんだよ。やってみろじゃん。あ、だめだ、 YouTube でこんな言葉遣い良くないね。うん、ハートマークにしてくれればよかったのにとか言われて。いただきます。どうぞ。はい、急にオンになった。うん、うん、美味しい、美味しい、よかった。ぜひ皆さん気になった方はですね、こちらのかき氷機、多分検索すれば、あ、かき氷ちょっとスペース開けて、自動とかって打てば多分これ出てきます。お揃いにしてください。そして作るときは必ずこのシートを入れてください。あの、水浸しになります。何ですか？小豆が美味しい。あー、よかったです。そしてこちらのシロップは瀬戸内産のレモン果汁使用のレモンです。多分出てくるでしょう。そしてね、ゆで小豆もシロップも多分いろんなところでゲットできると思うので、みんな楽しんでくださいね。あ、いいんですよ、喋ってて。このナイスブルーが食べているところはいい感じにワイプになって。こんな感じで、あの、後の面々にも振る舞っていこうかなと思います。よかった、喜んでいただけて。でもその量食べるの大変だね。ふうふう言ってる。ちょっとそのまま取っててください。頭キーンとなるタイプですか？頭キーンとなるほどこう書き込んだことがなくて。ちょっと私も小豆食べていいですか？うまい。もう夏は終わりますけど、うん、いかがでしたか今年の夏は？正直そんなに夏を感じるほどお出かけをしてなかったですけど、ただあの皆さんにお会いする機会が、イベントとかが結構あったね。朗読劇とかなんかそういうのはあったから、いい夏ではあったなって。あとはお出かけ、あ、でもなんか花火大会に行くとかお祭りに行くってことはなかったんですけど、すごい自分が大好きな人たちに会える、久々のそのアフレコ現場、今だから言えるんですけど、あのプリキュアの秋映画の収録とかもちょうど夏だったんで、好きなスタッフさんとか懐かしい役者さんとかにお会いする機会もあったし、あとこの夏は結構私美術館回ってたんですよ。そうだから、そういう意味ではいい夏ではあったのかなって。だから来年、今年の夏は小原の部屋室内編だったからね、来年このチャンネルが無事続いていたら、どこかにどこかに行って、みんななんか撮ってる側のね、皆さんもなんか串焼きを食べるとか、なんかそういうアットホームなお祭り過ごせたらいいですね。だなんか大規模なこう撮影とかじゃなくて、なんかアットホームなこうホームカメラ、ちっちゃめのやつでだったらね、できると思うから、みんなで楽しく過ごせたらいいなって思います。え、レモンかけた上にイチゴって大丈夫かな。ちょっと失礼して。なんかおすすめの花火大会のスポットとか教えてほしいかも。また来年も多分開かれるだろうから。え、花火大会とか皆さん行きました？あれ、さっきこの質問したっけ？お祭り行ったって聞いたっけ？遠くから見た。仕事中に。やっぱみんなそうだよね。私もそうでした。ちょっといただきますね。おぶの。おぶね。いただきます。小豆美味しいね。小豆美味しい。小豆とイチゴとレモン、さっきの残りをそのまま冷やしてもらってたので、もったいないなと思って。ね、なんで私って美味しく食べれないの？絶対的に美味しいんだよ。今年の夏祭りも元々は室外で予定してたんですけど、業者さんの都合が見つからなくて、うん、それ室内なかった。でもあれ準備するの大変だったでしょ。セッティングはね、めっちゃ早回しでオープニング入ってたけど、来年は最後チャレンジとか、来年も番組が続くように頑張ります。
まだ大量にこんな具材いろいろあるのと氷もまだあるんで、みんなでパーティーしたいと思います。かき氷パーティーしたいと思ったそこのあなた、ぜひやってみてください。じゃあ今日はここまでです。みんな気をつけて帰ってね。バイバイ。